はいどうもあってかさ、本日のパーティーで楽しみなところと、組に彼氏がいることを初めてお父さんに話した時の一言って一緒だよな。どういうこと？どちらも組合わせお後がヒュイゴーポンポンポーン。というわけで皆さんこんにちは、こんばんは、レッドライオンということでね、はい、本日のパーティーですね、緑の工場のパーティーなんですけれども、組み合わせが無限かなということでね、もうはい、自由自在に組み合わせることができるということで、そこら辺が楽しみですよねと。はい、プラスね、クミちゃんが彼氏がいるんよっていうことをね、初めてこうお父さんに話した時、もうお父さんはもういても立ってもいられないと、もう彼氏に合わさんかいということで、組合わせということですね。はい、クミって誰ということで、はい、どういうことですか、緑の、はい、今回は工場キャラたちを使ってね、いきたいなと思います。前回が前々回から赤の工場からの青の工場、どれも素晴らしかったですよね。ということで、そうです、そう、緑の工場、ただ優秀なキャラがいっぱいいるんですね、気づいてしまいました。ということで、とりあえず今回はエントリー6体にしましたということで、まず1体目金太郎ね、金太郎のメダル、わがままのカチカチメダルをつけております。こんな感じですね。はい、で次にクザン、緑クザンね、アタッカーのクザンには赤じゃない、ハンコメダルをつけております。アタッカーメダルのね、はい、で一旦このパーティーでいきたいなと思います。まずは一組目、はい、金太郎で、だからもしかしたらね、ちょっと金太郎強すぎて、クザンがちょっと出番ないかもしれないですけど、そこはちょっと皆さんもご容赦くださいということですね。もし万が一ね、奥が一ね、金太郎がやられてしまったら、クザンがもう氷ですけど火を吹きますよという組み合わせになっております。はい、で次ね、その次が、あれですね、オロビとエース君、緑エース君のもうダブルゲッターで、もうバンバン抜いていきたいなと思います。まずはオロビですね、はい、ダッシュ速度早めメダルをつけてる、こんな感じと、でエース君で、我らがエース君ね、は戦えるゲッターメダルを一応つけておりますと。でもダッシュ速度早いんでね、もともとね、そこら辺もまあ肝かなと思いますね。はい、で次ですね、次が犬とミスター3コンビでいきたいなと思います。で今回はディフェンダーのミスター3を予定では先に出さないつもりですね。犬を先に出して火力を上げた上でミスター3で最後耐えるっていう新しい試みをちょっと発動したいなと、はい、思いますんで、それでね、ちょっと楽しんでいきたいなと思います。ということで、組み合わせが無限大ということですね。じゃあ行きましょう、ひろくみからね、金太郎からね、行きたいなと思います。皆さんよろしくお願いいたします。ご紹介ください、レッツバウンティーラ、はい、行きましょう、よろしくお願いします。まずは金太郎からね、もうきっちりと、はい、旗を貯めて防御力を上げていきたいなと思いますね。もう完璧にもう防御だけをもう高めていって、カチカチを作ってで、もう皆さんをお守りしていきたいと、そして旗をお守りしていきたいと思いますね。任してください。だからちょっとウソップとかちょっとしんどいかもね、なんか中距離からペチペチされるとね、まずきっちりここためようで、直裏もしかしたら来るかな、ヤマトか誰かが、やっぱ来ましたね、はい、ためたんで、じゃあ一回ロジャーさんちょっと交代してもらっていいですか、一回交代してもらっていいですか、あんまいっかいや、そっち貯めるの俺がしたいんやけどな、よろしく、じゃあよろしくお願いしますね。じゃあこっちも僕がここ貯めてますね。ダウゾップほら来た、いやほいさー軽やかにね、軽やかに避けてますね。ワンツースリー、はい、オッケー。もうドクロ爆発音がないウソップさんは全部ジャスカイしたらしまいやからね。いい、やめて、もう当たらへんから、そんな、はい、取られてんな、一陣な、どうしよっか、オッケー、ドアシガルどっこい、はい、オッケー、全回復ね、もう全然怖くないけどね、ドクロ爆発そうね、はい、ホイサね、はい、オッケー、ロジャーさん、ちょっと一旦変わる、こっち貯めてるね、俺ね、ちょっとこっち貯めてるね、ただ赤属性自体ちょっと、あれかな、ちょっとしんどいかな、でも貯めるのが大事かもしれへんな、よしよし、行くぞ、こっから、足柄どっこい、はい、オッケー、で、俺がここでしっかりと見たんやろ、はい、ワン、ツー、ホイサー、はい、ワン、ツー、痛いな、さすがにきつい、危ない、ワン、ツー、耐えてる、いや、これも多分さすがに剥がれてると思うんで、どっ、お、やってしまった。
あ、やばいやばいやばい、門下入ってないことが救いかもしれへん。うん、うん、ちょっと待って待って待って、さすがにこれきついぞ、きついぞきついぞ、これ、うん、オーケー、あー、お役ごめんですか、耐えてますと、オーケー、おほほほ、金太郎これバリ頑張ってなかった今ほんまに頑張ってなかった今、ずっと耐えてたよ今ね、見ました皆さんこれ、相手の一陣取れそうじゃない、だってここに3体いるんだもの、っていうことはこれ後ろ新田さんに任せて、C 型を僕がこれ、はい、ウソップちゃんをまずは、フェザープレイ、え、オッケーオッケー、回避使った回避使った、で初期型もあれかな、帰った方がいいかな、ワンツー、ジャストで、はい、やばやばクザンいた、ドフィーが、あー、やってくれてるね、オッケーオッケー、一陣はじゃあ僕がもういるんで任せてくださいと言わんばかりに足柄どっこいと、はい、でここはもうホイサー完璧金太郎強っナイス、クザンいたはい、ありがとうございました、はい、じゃあ行きましょう、よろしくお願いします、今度は、はい、ロビン、オロビンとエースでございますと、もう抜いて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 ですね、目標10本ですね、行きましょう、よろしくお願いしますと、もう先ブーゴリゴリですね、バンバン抜いていくよ、バンバン抜いていくよ、こんなんもう抜いて抜いて抜いてよオッケー、分身を使っておいてよかったわと、はい、ありがとうございます、二陣に来ましたと、はい、おでんさんですね、はい、分身を使っておいてよかったわと、もうこんなんバンバン行くよ、こんなんもうバンバン行くよ、バンバン行くよ、はいはい、回避を使わしましたから、はい、これはまずはここでこうやね、はいはいはい、うそやろ、オッケー、オッケーオッケーオッケー、握れるでしょ、これ握れるでしょ、取れるんじゃない、あ、オッケーオッケーオッケー、これ先ぶくるね、じゃあね、はい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 、ワンツースリー、もうお役ごめんで全然オッケー、おろびで3本抜けたからな、3本抜けたらもう完璧やろこれ、はい、オッケーね、こっからじゃあブーストも来ることやし、二陣経由のおでんのあれ裏取り警戒しながらシーアでいこうか、来たね、おでんさんが、どれだどれだどれだ、うん、はいはいはい、ワンツースリー、嘘だろ、これ何、何の時間、何の時間、なに危な、ワンツースリー、はい、オッケーということで、ここで大宴会延定、あ、逃げられたね、すいませんでした、ありがとうございましたもうちょい早く打たなあかんかったな、いやもう久々にエース君使うもんだから許してね、あ、取っていいですか、頑張りますね、その分ね、頑張ります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 、もうその分頑張りますんで、はい、真ん中抜けそうじゃない、それもしかして抜けそうだら、抜けそうだらね、抜けそうだらですね、ルル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 ル、え、今焦って回避使ってない、焦って回避使ってない、俺追いかける、うーん、絶対なんか、あー、まあいいし、信頼さん任す、任す、こっち行こうか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 、これで一回ね、うーん、はい、オッケー、ジャストで入って、ブースト来る、うーん、行きたかーん、やばい、ワンツースリー、俺守るやつじゃないと思う、多分俺絶対守るやつじゃないと思うんやけど、俺絶対ね違うと思うんやけど、まあ頑張るね、じゃあ頑張る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 、うん、ワンツー、一回吹き飛ばすとこか、あるんやなオッケー、こっちも回復しよう、ただこれとっつか来ると思うんや、だから俺多分死な方がいいと思うんよ、うーん、生きてる、うーん、いやでももうスキルないから多分これ抜けると思うよね、さすがにさすがに、抜こ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 、ぬく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 、オッケーオッケーオッケー、ね、これで、ね、抜くやんか、オッケー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 、よし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 、二陣の人も今 C 型に到着する、あ、どっちもどっちもしてくる、どっちもしてくる、喜びの大宴会エンテイアップ、ありがとうございましたオッケーオッケー、いやー、いいんじゃないいいんじゃない、もうゲッターしてたんじゃない、ちょっともうちょっと奥行きたかったけどなもうちょっと抜きたかったけど、おろびでいい、最初序盤完璧やったね、はい、ありがとうございました、はい、行場よろしくお願いします、3回当ててミスター3に代わって守るだけ完璧作戦、OK、
行きましょう。まあ火力が完成したミスター3がもう現れたらもう止める人はいないですね。必ずこれはそうなります、絶対に。はい、とりあえずじゃあまあここを取ってのの、ちょっとだけ食べてね、どうせ後でミスター3で一陣から溜め直すんでね、うん、行きましょうか。はい、じゃあ次ねここ行きましょう。二陣ちょっと溜めて、まずは感電させるキャラ、ナイスナイスナイス。今カムサリなくなってましたね、カムサリなくなってましたねと、ピヤーンと、はい、オッケー。まずは一発ね、まずは一発、まずは一発、はいはいはい、確実に行こう、確実にね。オッケーオッケーオッケー。じゃあ上のどうしたどうしたどうした、ポンちゃんどうした、行かへんのか、ゲッターとして。どうするんだどうするんだ、俺行ってくるよ。じゃあ俺行ってくるよ。うん、これ折り際、クローズを狙われてる可能性があると。はい、ワンツースリー、ワンツースリーといけないですねと、いけないんですけれども、どうしたらいいですか。相手の二陣に、あ、でもシアター握って、よぼんちゃん、オッケー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 。それでよかですよ、それでよかですよと。はい、それは隙ありと。はい、ここでのバイン、じゃあそれはやめてや、嘘だろ。まあまあまあいっか。あ、これ死にますか、これ死にますか。あ、1生きてる、1生きてると、はいはい、1生きてると。ワンツースリー、ジャストで入りの、ここでのこうではない、ワンツー、あ、よけ、残念でした。まあ今惜しかったね、3回当てたかったけどね。じゃあ2回当てたミスター3で、あとはもう後ろは任せてください、後ろは。はい、皆さんもうレッツゴーしてください、いくらでも守ってます僕が。相手のブーストもう終わった。あ、もうナイス、チョッパー俺いかんでええやんそれは。ナイスナイスナイス。あ、慶応できひんにゃ、できると思った今。とりあえずここはもう僕が、守るでよ、守るでよと。うんうんうん、はい、オッケー。うん、守ってます。1、はい、OK ね。もう1で OK、こんなんは。はい、ワン、ツー、はいはいはい。もうここ守ってるよ、守ってるよ、守ってるよ。ぼちぼち行きたいよ。あ、初期当たり行っていい、初期当たり行っていい、俺行ってきていいか。いや、これ行くか、これシェアで取れんだ、多分。オッケーオッケーオッケー、はいはい、取っていいよ取っていいよ取っていいよ、キャンドルウォールしてっから、はい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 、ワンツースリーと、はい、任せて任せて。ちょ、なんで取ってないの、うん、なんで取ってないの、はい、取ろう、はい、取ろう、オッケーオッケー、はいはい、もうごめんね、抜いちゃった。もうここも任せてくれ、俺が絶対守る、絶対意地でも守るぞ。よしよし、そうそう、裏行ってる人とかをちょっと見といてくれれば、もう絶対ここ守ってますんで、降りてきたらぶっ刺します、降りてきたらぶっ刺します僕は、はい、降りてきたらぶっ刺しますよ、ブッサしますよと。はい、もうシールドも出来上がりましたね。貼っときましょうか、安全牌で。はい、うん、うん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 、ふん、ふははと、はい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 、オッケーオッケー、ジャスト中で入る、中入ろう。あ、大丈夫、中ダウンしとけよ、二陣だけね。もうモンチョッパ大丈夫か、大丈夫か、それ大丈夫か、それ、うん、しょうがないですね。はい、まあそういう時もありますね。はい、ありがとうございました。はい、というわけでね、緑の工場で行ってきましたということなんですけれども、ね、金太郎から始まり、九山はまあ行方不明になり、おろびで抜きのの、犬で感電させののミスタースリーで守ると、エース君は、いや、普通になんかでも超フェスと互角に渡り合えるっていう、なんかあのほんま工場みたいな、ほんま超フェスですか、あなたたちみたいなね、そういう感じですよね。もう金太郎どんだけ守っててみたいなね。普通になんかオロビもあの超フェスからバンバン泳いでやっぱ旗取れるしみたいなね、すぐ取れちゃうし握ったらみたいな。はい、で犬に関してももう一発感電アテーノの感電コンボ入れたらもうほぼ終わりやしねみたいなね。いや、マジでやばいと思いますね。ただまあ最後のこのパーティーね、犬で火力上げるののミスター3はこれマジ激アツでしたね。まあ最後のあれはね、もう勝てなかったらもうしょうがない、あれはしょうがないですよ。うん、しょうがないですけど、普通にでもあの一発だったら通常何本2500とか入ってなかったかなっていう、えぐくない、普通にそれね。だからもうそう考えると、これあれ2回しか確か当ててないから、犬でしっかり3発当ててで3回火力分を上げてる状態でミスター3にこれ、引き継いだら、まあ、体力がめちゃめちゃ満タンの、マックスのね、で防御も割とアディーノの火力がまあまあ高いよねこれね、
みたいな、そういうディフェンダーの出来上がりと、それでミスター3もう最強、多分超超フェスですね、言うたらね。はい、というわけで、まあ本日はね、緑工場どうよこれという感じだったんですけれども、これにて一応まあ赤青緑という工場が終わったんですけど、うん、次回からね、もしかしたらあのフェスゲンまみれの動画になっておるかもしれないですけれども、はい、まだ決めてないですけどね、よかったらそちらも見ていってくれたら嬉しいなと思います。それでは本日はこれぐらいで終わりたいなと思います。皆さん、ここまでご視聴くださいましてありがとうだがね。See you!